準備は？いつでも。変わらず重いな。何でもないように受け止めておいてよく言う。500年前を思い出すな、シーン。俺にはつい昨日のことみたいだよ。そうだな。わしもだ。すごい。初代の本気、まさかこれほどとは。そろそろ温まってきた頃ですか。相変わらず派手な準備運動だ。で、まだ本気じゃないんですか。もちろんです。私でもジラート相手ならだいぶ苦労しますよ。でもやっぱり師匠の方が強いんだ。これはハイヒューマンとジラート様の戦い。お主と戦うために編み出した技もことごとく通じぬか。さすがは我が主よ。まだまだこんなもんじゃねえんだろ。ああ、こっからは全てをかける。シン、お前の気持ちは知っている。だけどラスボスを倒して手に入れた称号だけは使わないよ。わしがシンの立場なら同じようにするだろう。しかしたとえ一瞬で勝負が決したとしても、全力の真と戦いたい。今か、この時だけが、お前に、我が牙が届く時。行く！当たらんよ！これで倒せるなんて、思ってないよな！無論！来る！我が王妃、紫殿、ゼッカ！さすがにきつい。異なるスキルの連撃、これほどの戦法を編み出すのに一体どれだけの鍛錬を重ねてきたのか。命を懸けてる相手に俺は悪い。ジラート、俺はまだ全力じゃなかった。死ね！絶対！天切り！もうすぐ決着です。ジラート。ジラート。どうやらここまでらしい。最後に一発食らっちまった。さすがジラートだ。確かにこの牙届かせてやったぞ。シン、一撃入れた褒美に一つ頼まれてくれんか。本気のお前と戦えて嬉しかった。だが、まだ先があるだろう。さらばだ、ジラート。じゃあな。それでこそ。